お腹回してる。回してるぞ。ちょっと見て。新しいからね。Where you marry me？ バットしてます。あれ、YouTuber か。これ YouTuber？何言ってんだあいつ。で、今からどこに行くんでしょうか、森山さん。美容院。美容院。ゴムの木。これはね、パーマするよね。そうっすね。てか、お前、どうしたのこれ。楽しい。かっこいい、かっこいい。おい。俺 B ボーイになりてえからよ。くるって回ってゆっくりね。さあ、あ、待ってろ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 。レッツゴー。彼はね、雪国もやしと呼ばれていてね。ああ、目またなかなか目立つよ。あ、美容院に行くんだけどさ、森山は昨日なんか酔っ払ってなんか決めたことがあってさ、俺は坊主にする。バカだよね。決めたんだよ。昨日決めたんだ。だから絶対やる。なんかやるらしいよ。気づいたんだよね。あの坊主が一番かっけえ。ああ。てかこいつの一番の自信顔だからさ。わから顔ください、顔ください、森山さん、顔ください、顔逆光ですね。あ、楽しいな。俺さ、今までの人生坊主にしたことないよ。人髪？人髪。人髪か。俺も。俺一回だけ。お前ある？俺ない。じゃあ、ちょっと俺の坊主見といて。あ、確かに。キャス君は今日どんな髪型にするんですか？ロン毛。ロン毛伸ばすよ。伸ばす。じゃあ来んな。じゃあ来んな。毎回さ、遅刻してない？いや、前回は間に合った。あ、そうだね。まず謝ろう。まず謝ろう。すいません。遅れました。じゃあ荷物はあ、持ってていいですか？坊主にしたい。坊主にする。僕坊主にします。いいよいいよ。坊主坊主。なんか急に昨日思い立ったらしく、坊主が一番かっこいいことに気づいたんですよ。気づいた。気づいちゃう。見なきゃわかんないっすね。B4 ラスト。ラスト。本当に坊主ですよ。おしゃれ坊主にしたいとか。おしゃれ坊主に。おしゃれ坊主にしたくて。何かを反省してるとかじゃないんですね。いや、バカじゃん。俺反省したことないんです。じゃあね、今日みんなこっちに女性に。はい。はい。はい、森山くん。おい。そう、長いね。なんか荷物ダサい。この感じ、はい、もっとやっぱバッサリいきたいね。バッサリいきたい。バッサリ。はい、藤本さん、はい、今日どうするんですか？今日パーマ。パーマ。うん、なんかグリグリにしたい。グリグリに。大丈夫ですか？この髪グリグリしちゃって。いや、もう坊主でいいんじゃないの？坊主にしますよ。坊主でいいんじゃない？みんな坊主でいいんじゃない？坊主でいいですって言え。いえいえいえ。坊主でいいです。坊主でお願いします。証拠は取ったね。はい。僕はおしゃれにしてください。お願いします。あ、ごねてるよ。ごねてるんですよ。おお。縫い跡があって。あれでしょ？歌うたいゲームで。歌うたいゲームで、ここ天井にぶつけてハゲちゃったんですよ。福岡旅行。人生初。え、夏の思い出ガンって言って、なんかみんなキャラキャラキャラって笑ってて、あーってやつドロッて。違う、救急車呼んで。丸坊主じゃなきゃ多分目立たないとは思うけどね。あ、本当ですか？富士のハゲ日記多分ね、こうスタイリングでごまかせると思うけど。あ、本当ですか？立てたりすると、本日の進行具合は2。明日もいい天気になるでしょう。こちらは7となっております。比較的こちらの方が進行していると言えるでしょうね。これをちょっと坊主にしづらいですね。はい、僕コンプレックスなんですよね。あ、どうしまった？決まった決まった。坊主ですか？坊主です。じゃあお願いします。当たり前だ。はい。男に2万年だ。こいつ朝ビビってましたよ。え、でもケスケのさ髪型俺決めていい？こんないいよ。なんかちょっと変えるか。顔前はちょっと、あ、いいかも。顔周りなら残して後ろとかもこれか。確かに。ちょっといいかもね。今日は伸ばしていくよ。あ、これにしましょう。どれですか？これ。おお、かっこいい。こいつそもそもこいつがかっこいいもんな。顔がかっこいいもん。入ったな。大丈夫だよ。僕になんかアレンジしてください。もうこっちに顔も寄せてって。うわ、顔も寄せてください。これにそれは俺じゃないからね。いや、なんかコメント来て、最初森山かっけ、最近ケスかっけ、藤はない顔投げ。何こいつ。おい、ふざけんなよ。ハートつけて顔投げするんだよ。さよならですよ、この髪型とも。あ、もう心残りはないですか。ないないない。かっけえからやるんだよ。まだ分かってない。僕が切り終わりましたね、これ。ほら、すっきりした。どう、森山さん、髪があるっていうのは。え、俺に言ってる。うん、今ちょっとポットサイズベッドしてからちょっとだ。おお、すごいぐるんぐるんだ、こっちは。うん、顔が強いんで、やっぱ坊主にしてもかっけえかなっていう。もう70回ぐらい聞いた。なんかこんな感じかな。ちょっと残るんだな、上が。これでハゲを目立たせないようにすると。そうで、口ピア開ける。口ピア開ける。今日口ピア開ける。今日。え、今日。お前、おばあちゃんに同じこと言えるんか、それ。おばあちゃん見てる。俺は髪を短くするんだ。森山のおばあちゃん厳しいんですよ。髪色とか。俺のおばあちゃん。そうなんだ。短いのは好きだよ。てか、ばあちゃん系の短いの好きだよね。坊主はウケるんだね。うん、坊主世代。坊主。確かに周りを見たら坊主ばっかだっただろうからね。徴兵制でもみんな坊主。だから褒められるわ多分。色はどうするの？色は。色は黒。今日はちょっと様子見ながら。おばあちゃんの？おばあちゃんの。おばあちゃんの顔色を見ながら。うん。見て見て、自分の髪。お、すげえ。グリングリンだ。グリングリン。しゃあ。流しましょう。はい。手ですね。手に一気にやっちゃいましょうよ。やっちゃうか。やっちゃいましょう。よかったっす。お、帰ってきました。こちらガイです。大丈夫ですか？あ、ガイやった。あ、すごい。パーマーだね。おお、すげえ。よくない？グリグリ。すごい。これがしたかったのね。お前の席に座ってたわ。かっこいい。かっこいいよ。いい。おお。ちょっとこれ、こんぐらいがいいんじゃない？隠さないで。ここは隠す隠す。絶対ね、仲間は多いから。汚いものには蓋しよう。自然反り込み系男子。反り込みって考えたらいいな。確かに便利便利。ちょっとそんなできないこと。顔伸びる、顔伸びる。顔が縦に伸びるからやめなさい、それは。ああ。眠い。おやすみなさーい。めっちゃ好き。なんかバシみたいになってきた。うんね。バシこんな感じだな。今終わったら俺結構絶望する。はい、ありがとうございました。あ、逆におしゃれかも。逆におしゃれかな。いた、小学校にこんなやつ。マジ？いたいた。多いし。いたいた。あ、じゃ多いし。ムーンボレー。ムーンボレー。いた。なんか仕事の電話し始めました。あ、まだないです。自分がしないことに憧れるみたいなのがありますね。仕事中の富士はこんな感じの顔で電話する。そうです。勉強できない。チキ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 。あ、やばくない。ちょっと目を離した隙に。今はZOZOの前澤みたいな。え、これもうほぼ完成形ですか？ゴールはだいぶ見えてきたね。おお、いたー。まだでも長い、上の方。お前顔かっこいいね。出家した人みたいな。今じゃあ視聴者に話しかけてるか。森山の坊主がキモいと思った人、低評価お願いします。この動画は 92% の低評価で出来上がることになるでしょう。髪の量とかどう、触ってみて。おお、すげえ。モフモフ。掃除できそう。パン。うん、おっぱ。おお、ボリュームアップしたね。ハゲとはもう言わせないね、これで。お前の隣に少年がいるんだけど。いたよ、こういう人。ああ、似合うよ。似合う、似合う。似合う、似合う。てか、森山若くなったな、すごい。めっちゃ若くなった。茂木さん。現場の茂木さーん、これはメンサ会の髪型よ。いや、いいじゃん。てか過去一おしゃれじゃない？計算してる？なんかしてるよ。3桁かける3桁の計算してる。100×100は1万。すごい早い。お前どうかなあ。ありがとうございます。完璧です。大丈夫？これやりたかったっす。クリクリ。こいつ多分明日同じセットできないんで、また多分相談させてください。もうムースつけてそのまま。いいじゃん。うん、お前いいよ。いや、俺もね、なんかね、いい気分。これ見れてよかった。いや、俺じゃない、森山がね。森山見れてこれ気に入ったよ、森山の髪型。なんか YouTuber になったなって感じだけど。これやんないでしょ。これやんないね。会社員だったらやってない。そのうちハイターンにするでしょ。完成しましたね。お、いいじゃん。いいじゃん。あ、いいじゃん。俺気分いいよ。あ、似合うね。うん。その止まっていて。あ、いる。あ、おしゃれになったな。だいぶ。これがおしゃれ坊主。おしゃれ坊主。イカグリ坊主じゃなくてね。ゆうさんめっちゃ時間かけてやってる。全部ハサミで。すげえ。お、てか目立たないね。ハゲも。ハゲも目立たないし。おお。まあ、この髪型したい人はピースまで。森山に憧れてる人はピースまで。これ顔がないと無理だろ。そういうこと言うな。気をつけた方がいい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、気をつけました。また2週間後お願いします。お願いします。